ございます。おはようございます。隠岐諸島の旅2日目です。てか声どうした？ちょっと枯れちゃいました。さて本日も隠岐の旅ですけども、ここどこですか？はい、隠岐の島町にある柳の松原の船小屋群の前です。いい雰囲気ですね。ね、うん、あの船小屋が20棟ほど並んでいるんですが、はいはい、静かな漁村と相まってとてもいい雰囲気を醸し出していますですね。さて本日も天気良さげですが、本日はどこ行きますか？はい、今日は西之島に行きます。お、来ましたね。はい、ということで本日は西之島巡ってみたいと思いますので、はい、では本日も旅行ってみましょう。行ってきます。何味？おにみそ。はい、ということであちらに見えてるフェリー白浜に乗って、はい、西之島に到着しました。てか声どうした？もう声だけ枯れ枯れです。風じゃないんです。声だけ枯れてます。でもね、西之島天気お酒なんでね。はい、じゃあ西之島巡ってみましょう。行きます。声出てな。ということでやってまいりました。やってきました。摩天街めっちゃ絶景よ。めっちゃ絶景。じゃあちょっと奥まで行けますんでね。はい、歩いてみましょうか。行ってこれやばいね。やばい、もうすごすぎる。めっちゃ綺麗。絶景です。断崖絶壁ですよね。え、うん、この摩天崖は、はいはい、何十万年もの時をかけてできた断崖で、うん、はいはい、なんと高さがビル70階建てに相当するそうです、はい、あ、そんなあんのね。すごいよね。すごい、本当に絶景です。そして、うん、あの牛やね馬が放牧されてるので、はいはい、またねのんびりとしている姿がとっても素敵なんですだ ね, ね。いい雰囲気ですよね。癒されます。いや、ここ来てよかったわ。すごいとこです。日本でも有数の絶景スポットですですね。素晴らしい素晴らしい。
咲いて可愛い。めっちゃ可愛いわ。ね。うん。どうしたこれ。仲良くなりました。後ろからもけんちゃん来てます。おばちゃん来てます。ね、可愛いです。ここも絶景ですね。ね。うん、もうすごい癒されました。どこ向いてみあった。ね。いや、手が素晴らしい。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。近い近い。じゃあ次行ってみましょう。はい、行きます。この絶景と馬たちがね、本当に素晴らしいの。ですね。ね。ここいい場所だよ。ここならではのね、景色を楽しめました。全然期待出るやん。続いて。はい、沖国ヶ海岸に来ました。これ後ろやばくない？すごいよね、この奇岩。絶景です。だね。ね。なかなか見ない奇岩ですよね。見れないよね。うん、ここは、はい、長年のね、浸食と崩落を繰り返して、はいはい、この絶景が出来上がったそうです。炎上海と呼ばれているそうです。じゃあちょっと行ってみましょう。はい、行ってきます。いや、ここも絶景だね。絶景です。すごいね、後ろすごいね、うん、こちら通天橋なんですが、はいはい、浸食とかね、崩落を繰り返してこのね、アーチができたみたいです。ほんと絶妙に穴が開いてるよね。ね、うん、そしてそちらね、摩天崖なんですね。はいはい、はい、もう絶景ですよ。すごいよね、ここの奇岩地帯本当にすごくて、はいはい、で、実は摩天崖からここまでね、うん、歩いてこれます。はいはいはい、素晴らしい絶景がね、広がってるそうです。私たちは今回ちょっとね、ずっと歩いてはこれなかったんですが、うん、はい、この後ろね、素晴らしい、いい場所ですね。ね、じゃあ次行ってみましょうか。行ってきます。はい、はい、続いて赤尾展望所に来ました。この後ろですかね。はい、うん、ここからもね、素晴らしい景色が見れるみたいなので、はいはい、ちょっと行ってみたいと思います。天気ですからね。はい、はい、じゃあ行ってみましょう。
こすごいね。すごいです、うん、天上界がよく見えます、はい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 、そしてその、ね、後ろ側にはね、うん、摩天崖がそびえ立っています。いい景色です ね, ね、はい、そしてねここ の,、うん、あの岩、はいはい、岩というか崖で崖、うん、すごいんです。もうドローンで、ね、撮影したので、はいはい、その様子を、ね、お届けできてるかと思うんですが断崖絶壁です ね, ね。ここもすごいわ。すごい西之島、地形がどこもすごいね。ね、じゃあそろそろ港に戻りましょうか。はい、窓の外には牛。牛さん、はい、ということで、はい、港帰ってきました。はい、西之島、はい、今日一日お天気に恵まれて、はいはい、最高でした。めっちゃ絶景だったね。絶景絶景絶景です。素晴らしかったよね。声も直っちゃいました。この絶景は見る価値ありますよ ね, ね、うん、もうぜひぜひですね。はい、ということでね、明日はどうしますか。はい、今日はね一旦沖ノ島町の方に戻りまして、予定の関係というか天気の関係でね、はい、はい、また西之島に来ます。明日もまたね、はい、引き続き西之島を巡ってみたいと思いますので、はい、はい、明日もその様子をお伝えできればと思います。はい、はい、ということで本日の動画はここまでしたいと思います。このチャンネルでは旅の Vlog やシネマチックムービーをアップしていますので、皆さんチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。Put their faith into someone who's half their age, reading from a torn out page from a book filled with lies. But I don't know what to do. I'm staring into the blue sky and just waiting for a sign. Someday a certain of what awaits them.